ファーディ・グローフェはアメリカの作曲家、ピアニストおよびアレンジャー。本名はファーディナンドルドルフ・フォン・グローフェ。グローフェはクラシック音楽家の家に生まれた。父親はバリトン兼俳優、母親はチェロ奏者で音楽の教師だった。14歳の時に家を出て牛乳やトラックドライバー、新聞の売り子、エレベーター係、製本屋の助手、バーのピアニスト、 伴奏者などの仕事を転々とした。バイオリンとピアノを学んで15歳の時にはダンスバンドに参加していた。またブラスバンドでアルトホルンを担当していた。1920年から1933年までグローフェはポール・ホワイトマン・オーケストラでアレンジの仕事を行った。特に有名なのがジョージ・ガーシュウィンのラプソディン・ブルーのオーケストレーションである。 さらにシンフォニックジャズのスタイルのオリジナル作品を作った。その後、ジュリアード音楽院に指揮者兼教員として雇われ、還元楽編曲を教えた。バークリー音楽大学の教授、ジェリー・ゲイツは、コードネームはファーディ・グローフェとジェリー・ロール・モートンにより発案されたと聞いていると述べている。ありがとうございます。